こんにちは。今日は美白ケアのご紹介をしたいと思います。紫外線が強くなっていって夏に向けて日焼けもどんどんしていくんですけども、紫外線の量はもう4月5月6月と増えていっております。そこで2022年出た新商品も交えながら私の今の美白ケアをご紹介したいと思います。では早速メイク落としからしていきます。髪の毛をねまずアップにして、今日バッチリ化粧してるのでしっかり落としたいと思います。髪の毛ちょっと後ろ束ねようかな。クリップしてるんですけど、これはクリップ外してバナナクリップからこういうね大きいクリップに変えます。でまずメイク落としはこのデコルテの AQ を使います。これクリーム状になっていて、顔をねくるくるこすりながら、最後はたまたま家にあったんですけどデコルテのねコットン、これコットンで拭き取って落とします。オイルよりもね柔らかい感じがするので保湿が高くてとてもね使い心地が良いです。マスカラ塗ってないんですよね。あんま残ってないですね。でマスカラ使ってないのでこれで落とします。マスカラ使ってたらどうかな、ちょっと一回で落ちないかもしれないですね。くるくるしっかりこすります。どんどんね紫外線強くなってるので、冬使っていた化粧品から変えなきゃいけないなという感じがして、今年も何かないから探していました。すると結構出たんですよね新商品。それも今回ねご紹介できたらと思います。はい、では大体うまく浮いてくれたのでここからコットンで拭き取ります。コットンで拭き取らなくてもそのまま洗い流すこともできるんですが、取った方が簡単に洗い流せます。クリームがなかなか落ちてくれないんですよね。なのでこうしっかり拭き取った後に洗顔するといい感じに落ちます。コマもしっかり落として綺麗になったでしょ。じゃあちょっと水で洗います。さっと水で洗ったんですけども、今回はこのまずパックをご紹介したいと思います。実はクレドポーボーテから新しくパックが出て、今まではこのコンサントレイルミナトゥールというのを使ってたんですけども、今回からはじゃん、美白用で新しいパックが出ておりました。こちらはクレドポーボーテエクスフォリアンエクラ S、 この、ね、マスクはマスクエクラ S というのがついております。マスクの前にするジェル洗顔がついております。なので今回ちょっと洗顔せずに今途中で洗っただけで終わったんですけど、で開けたらこんな感じです。じゃーん、ここにね洗顔料が入っていて、もうちょっと使っちゃったんですけども、あとはパックが上用と下用が入っております。で今までのパックと違うのは、これは美白のメラニン生成を抑える成分が入っているそうです。洗顔からやりますね。この洗顔は温感ジェルになっていて、洗ってるとねポカポカしてきます。手にジューッと取って1回分なんですよ。たっぷりやるので顔マッサージしながら洗っていきます。ちょっと濡らしますね簡単に顔を。あったかい。塗布した時点から普通にあったかいです。気持ちいい。ポカポカしてます。今年日焼け止め何使おうかな。また新しいの健康出てたのでチェックしております。日焼け止め入りの下地ずっとクレドポーボーって使ってますけど、それ以外もねちょっと注目してるのがあるんですよ。何使おうかなって迷ってます。あと下地じゃなくて普通の日焼け止めもちょっとねコスメデコルテで使ってるんですけども、他にも結構出てるので迷ってます。これ気持ちいい。このパック週に 1,2 回がおすすめって書いてたんですけど、毎晩やりたいぐらいですね。ポカポカして気持ちいいです。はい、じゃあ流していきます。温感ジェル気持ちいいのでこれだけでも1本ね別で作ってほしいぐらい気持ちいいです。では洗顔が終わったら一番初めは化粧水をします。今この化粧水は繊細 AS マイクロムーストリートメント S っていうのを使っております。クレドポーボーっていうの化粧水も使ってるんですけど、これ新しく発売されて、なんとねこれムースみたいな化粧水なんですよ。こんな感じです。ホイップクリームみたいでしょ。今ねこれ使ってるんですよ。なんかパチパチして肌にのせるときにちょっとシュワッとするんですよ。これからねどんどん暑くなってね夏になっていくといいんじゃないかなと思って使っております。去年は繊細の UV カットの入ったクリームを使っておりました。それから初めて繊細に出会ってからちょこちょこ試すようにしています。今クレドポーボーテの化粧水全部使い終わったので、こ
この繊細の化粧水を使っているところです。結構ねしっとりするんですよ。化粧水にはなかなかないような保湿感があります。そしてこの化粧水が終わった後はこの美容液を塗っていきます。クレドポーボーテのセラムエクラ S になっていて、さっき紹介したマスクと同じ成分なんですね。このねマスクは週1のスペシャルケアなんですけども、これは朝晩毎日使える美容液になっております。かなりこっくりした美容液なんですよ。ちょっと出してみますね。こんな感じですね。結構テクスチャーこっくりしますよね。美容液って透明なものが多いんですけども、今回のこの美容液はしっかり保湿力があるものになっております。冬乾燥肌なので、冬だけじゃなくて春夏もさっぱりではなく濃厚なラインがあれば、そっちの方の化粧品を私は使っております。ではパックしていきます。今回こういう容器になっております。これが上用で、これが下用です。前回のクレドポーのパックと違うのが、前回はハリとか透明感アップに特化したパックだったそうです。こんな感じですね。前と違いますね。今回はね美白のラインでくすみにも対応してるそうです。あとね小じわも防ぐそうですよ。だから乾燥による小じわとかくすみによるシミを防いでくれるそうです。じゃあ貼っていきます。ということはね、アンチエイジングのラインっていうか、ちょっと年齢層が上の方向けなのかな。あんまり若い人ってね腰は気にしないですもんね。若い人はどっちかっていうとね、肌のトーンアップとかキメとかそっちの方が気にされる方多そうで、年齢を重ねるとくすみとか、あとね美白シミ対策気にされる方増えそうですね。私も最近ちょっとね美白のライン気になっております。あ、結構フィット感あるんですよ。なんかねピタッとするというか、顔の輪郭に沿って結構無駄なくつく感じですね。あと液だれがなくて、取り出した時にね袋からビチャーってなることもなくて、すごくしっかり肌に密着するので、かなりね高級感を感じられると思います。とってもリッチなマスクです。ではしばらく置きます。ではパックを15分置いたので外します。すごく心地のいいパックでした。これだけでもね結構ツヤツヤなんですけど、ね、しっとりしました。まぶたの上に塗っとこう。残ったのはね首に塗ります。首とか耳の方とかね塗ったらいいんじゃないでしょうか。首もねなんかケアしたいですよね。難しい首って、塗るのは塗ってるんですけど、やっぱ首のシワ深くできたらね、なかなかね厄介なんですよね。パックが終わったらこちらをクリームの代わりに使います。これはゼオスキンのデイリー PD になります。これは以前動画でもご紹介しました。手に取っていきます。これレチノールが入っていてビタミン A を作ってくれます。紫外線がビタミン A を破壊していて、どんどんシミができてくるので、そのビタミン A をね補ってあげることによってシミ対策になります。でしかもシミを押し出すターンオーバーする役割もあるので、デイリー PD は非常におすすめです。で全顔使用できるし肌向けもしないので、一番ゼオスキンの中では使いやすいアイテムになっています。結構人気ありますね。これはもう1本使い切って今は2本目になっています。冬はあんまり使わなかったんですよ。冬はもっと保湿力の高いクリームが欲しかったし、紫外線をそこまで気にしていなかったので使っていませんでした。でもやっぱりこの時期になればゼオスキンデイリー PD って必要だなと思います。はい、では最後にこちらポーラのホワイトショット、これを最後に気になる部分につけていきます。これね、去年かな、ポーラのこのロゴすごく気になって、このシリーズいっぱい出たんですよ。まずはね、ちょっと気になってるんですけど、日焼け止め使いたいなと思っております。今回ね、このテクスチャーこんな感じなんですけど、部分用の美容液をまず使います。でこれは N クリア成分っていうのが新しく入れられているそうで、部分用の美白の美容液になります。私はこの辺のこの高いところが気になっているので、この辺にしっかり塗っておきます。最近ポーラのねこれ気になってるんですよね。いろんな種類出てますよ。美容液だけじゃなくて化粧水もあったし、あと乳液もあったかな、 LINE で出ております。最近気になっています。日焼け止めは試そうかなと思ってます。
はい、ということで今回ねしっかりバッチリ美白のケアいたしました。これから夏に向けてこのライン使っていって、なるべくね浴びた紫外線のケアをしていって、そしてシミそばガスが少ない肌を今年も作っていきたいと思います。どうしても体質なんで、私はね両親両方ともね顔中たくさんそばガスがあって腕も出てくるような感じの体質なので、もう本当にね顔ねこれ以上出ないでほしいということをね願いながらケアしております。皆さんもよかったらぜひねこの辺りのライン新しくいっぱい出てるので使ってみてください。それではまた。